はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時をちょいと回りました。10月は4日のフライデーでございまして、ちょっと日薄日がさしてきましたね。いい感じです。その代わり暑い。千代田区29度、この部屋も27度ぐらいですね。さて行きましょう。中国とかね、北朝鮮ってね、基本ね、その彼らが当局が発表することっていうのはほとんどですね、なんと言いますか、嘘でしょ。嘘というか、まあ、真実もありますよ。真実はあるんですけども、都合の悪いことは全部嘘で、こう、まあ、変えてしまうということをやる。まあ、それが平気になってて。日本の、僕の周りでも、もうほぼいませんけどね、長く生きてきた、長くでもないか、60年生きていた中では、もう、なんていうか、こう、典型的な嘘つきっているでしょ。人間の中にも。それこそ息を吐くように嘘ついて、自分のことに関しては全部嘘やったみたいな、まあ、綺麗なこといっぱい言うんですけど、綺麗とかかっこいいこといっぱい言うんですけど、大体嘘やったみたいなとか、結構何人かいましたよ。で、まあ、大体喋ってるとすぐ分かるんですが、こいつ嘘ついてんなと。メールでも嘘書いてくる人いますからね。人間って基本的に嘘つくものなんですけども、つかない人はつかないんですね。で、つく人はね、しょうもないことまで嘘つくんですよね。お前それな、みたいな。そこまで嘘ついてもしゃあないやんと。まあそういう人は、大体周りから人がいなくなるんですけど、嫌われますしですね。そういうね、なんていうか、もう癖になってるんですね、嘘つくのが。で、中国や北朝鮮っていうのは、それも癖になってる。国ごと癖になってるという感じなんですよね。で、いつも嘘ついてるからですね、その偽りであるということに何の抵抗力もないわけですよね。で、その、こう、嘘のつき方がもう慣れてきてるんでですね、どういうのかな、読み取れるんですよね、こう聞く方から。あ、これはこういう嘘のつき方してるということは、その裏返しのこのあたりが、本当、本心やねんなというところはわかるわけです。いや、だから面白い。そういうふうに見ているとですね、中国の発表というのも面白い。というか、まあ、笑いますよ。笑えるところがいっぱいあるんですけど、北朝鮮はもっと分かりやすくですね、気に入らないことに対して吠え立てるんですよね。で、その吠え方がですね、の度合いでですね、どんだけ気に入らないかって、あるいはどんだけ自分たちがショックを受けてるかということがですね、よく分かるんですよ。言葉をですね、汚い言葉を使うでしょう。普通は一国の首脳とかですね、はですね、その言葉を選ぶんですね。特に相手国がいる場合はですね、強く言う場合でも言葉を選んでですね、その下品な言葉は使わないんですけど、朝鮮民族だけはですね、特に北はですね、こう、罵り方がですね、その辺のその、この、道歩いてるチンピラみたいなですね、そんな言い方をしますね。まあ僕は日本語に訳されたものしか知りませんけども、これもまた出たわっていうのはですね、あれですね、はい、毎日新聞で、見つけましたね。これはですね、昨日の22時に出ている、野良犬の群れが小川を渡る茶番劇、キム・ヨジョン氏が韓国軍パレード批判ということですね。北朝鮮のキム・ヨジョン朝鮮労働党副部長は3日の談話で、韓国軍が1日に実施した大規模軍事パレードを野良犬の群れが小川を渡るように虚しい茶番劇なんとか貶めてやろうというですね、お気持ちがよく伝わってきますけど韓国軍は1日に弾頭重量8トンの新型弾道ミサイル玄武5、数字の5です、はい、を初公開した。玄武5は戦術核兵器に次ぐ破壊力はあるとされるが、与正氏は玄武5の公開に触れた上で、核を持たない韓国が核を保有する北朝鮮との間の宿命的な力の壁を越えられないことを自ら証明したと指摘した。証明してへんて。軍事パレードで米軍の戦略爆撃機 B-1B が登場したことについても、 B-1B がソウル上空を飛ぶ中、韓国の軍統帥権者とその手下
陸海空軍が成立して敬意を表する集大は植民地の韓国でのみ演出できる名場面だと皮肉ったあ、そう B1B 飛んだ。これだからね、よっぽどこのヨジョンさんがこのですね韓国軍の軍事パレードにこう内容にビビったということですね。で韓国、北朝鮮が唯一ですね韓国に勝っているのはですね、あの核を持っていることだけなんですね。ただしそれもですね勝っているとは言えないと思うんですよね。あの核実験に成功したというだけでですね、その核兵器を自由に使えるということとは差があるんですね。何度も言う通りですね、核兵器、核爆弾というものをまず彼に作れたとしても、それをどうやって運ぶのと、それをソウルに使うにしてもソウルまで持ってかなあかんでしょうと。で北朝鮮には空軍はですね存在しないに等しいしですね、あの飛べる飛行機はどうでしょうね、10機空軍の飛べる飛行機は10機あるのかな。2、3年前にね一気に100機飛ばしたとかっていうふうに大演習やったとか言ってましたけど、あのあれですね、実際は40機ぐらいしか飛ばなくってですね、その十何機は墜落したというふうに言われたんです。情けないでしょ。だからおそらく作戦稼働可能機は1ユニット、いわゆる20機なんですけど、もうないと思いますし、あの核爆弾を積めるような爆撃機、大型の爆撃機は多分ないと思います。で、あの盛んにミサイル撃ってますけども、あれはですね、あのミサイルの先っぽに核弾頭をくっつけて、で正確にその飛ばしてですね、目標まで正確に当ててこそ意味があって、そこで爆発してこそ意味があるんですね。北朝鮮の技術がそれに達しているというふうにはちょっと考えにくい。つまり核の 小型化がですねできているとは思いにくいですね。非常な技術が必要であってですね、そのですね、毎回そのミサイル飛ばしてですね、あの時々失敗して落ちるでしょ。で弾頭を北朝鮮ちゃうわ、韓国に回収されたこともあるんですよ、実は。で開けてみたらもう中身おもちゃやったという話なんですねおもちゃしか作れないような北朝鮮が、あの高度な技術がいる核の小型化に成功しているとは思えないですね。だから結局持っていてもですね、あの運び方がないんで使えないのも一緒なんですよ。まあでも持ってるぞ、俺ら持ってんで、だからお前より優れてるんやということを言いたいだけなんですよ。子供の喧嘩みたいなもんですよ、これなんかよくわかる。だから普通に戦争したらですね、もうあの韓国の敵ではないんですね。だいたい兵隊にですね満足に飯も食わせないわけですよ。だからその兵隊さんたちがですね、あの満足に食いたいがためにですね、武器を持ってですね、民間の住宅を襲ってですね、泥棒を働いていくと、まあ、強盗を働いていくということがですね、日常茶飯事らしいんですね。飯も食わせられないんで、軍隊かそれって話ですね。まあ、あのそういう、こう演出というか、まあ、あの韓国軍のですね、パレードにですね、多分キム・ヨジョンも兄貴のヨジョンウンもですね、ビビりまくったんだと思いますよ。あんな軍隊に勝てへんやみたいなですねだからこういう談話を発表してる。あのね、あのこういうのってね、一番いい対処の仕方はね、もう漫然と無視するのが一番、効果的です。こうやって反応してみせるとね、あ、ビビってんじゃんって分かるわけでしょでもうあいつら書くしかないねんなっていうことがもう伝わってくるわけでしょ。僕みたいなもんにも分かるわけですよ。だからね、もうやってることが本当に稚拙なんですよ、こいつらってだから言うてることの裏返しが真実なわけだって分かりやすみたいなんですね。あの嘘つきさんってね、その自分の言ってる嘘が見破られてるという感覚はないんですね。でも大体は見破られてるんですよ、嘘というのはですね、あるいは疑われてるわけでして、あってでも嘘つきっていうのは病気みたいなもんですね、やめられないんですね。嘘をつくということをなかなかやめられない。もう北朝鮮や中国って国ごとその嘘つき病にこうかかってるんちゃうかなと、そんな気がしますね。はい、まあということで、この毎日新聞のですねアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどう思われていましょう。